はいどうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。はい、都市ミナティです。はい、お願いいたします。僕ですね、14巻、取っております。はい。だけれども、その14すべてを言える人っていないと思うんですよね。そうですね。ですから、その中から僕がですね、自分でピックアップして、うん、これ知ってほしいなっていう、話させていただきます。はい。いやー、これは本当にすごい戦いでした。戦いね、まあまあ、バトルでしょうから。なんせその、30回近く続いている大会で優勝できたもんですから、やっぱり喜びもひとしおですね。まあまあ、時代がね、あるんですね。いやー、すごく嬉しかったです。やっぱり、いや、あの時のやっぱり僕のあれが良かったね。うん、卒業論文作成のために、この町に愛子様が訪れてるぞっていう話を披露して、まあ優勝したんですけれども、まあ5度目の挑戦で、まあ優勝できて感無量ですね。本当に嬉しい。うん、いやちょっとなんかあんまりそんな話するようなタイプじゃないと思うんですけどね。まあまあ、あの審査員が観客投票とかね、そういう変更はあったんだけれども、前年度とね変更はあったんだけれども、うん、やっぱそのユーモアあふれる説とかね、目を引く仮装とかで観客を大いに沸かせたっていうことがやっぱり、うん、一番なその優勝した結果に結びついたんじゃないかなと思いますね。一種緊急検証とかかなと思ったけど、違いますね。緊急検証よりも歴史深いですよ。ね、30年もやってないでしょからね。そうですよ。これ、バンコクホラ吹き大会でしょ。バンコクホラ吹き大会？そうですよ。バンコク？バンコク。バンコク、日本じゃないってこと？いや、1万の国とか。1万の国の方。バンコクホラ吹き大会と秋田県の大鰐町ですってよ。はいはいはい。町の地域交流センターっていうところで、このバンコクホラ吹き大会が行われたんです。そこで僕は優勝した話でしょうが。ああ。それは出てそうだからな。出てるか、あんなもん。知らなかった。なんとも言えねえけど。初めて知りましたよ。これ優勝者、僕が言ったやつね。僕じゃないんです、優勝者は。あれですか？本当はですね、工藤勝則さんという、70歳の人が選ばれてるんですね。おじいちゃんあったん？うん。最高賞。1000人っていう最高賞なんですって。優勝じゃなくて1000人。ね。で、この工藤さんが話したのがさっき言ったように、愛子様が、卒業論文作成のために大鰐町に訪れたっていう話をして、1000人に選ばれ、王者になったという。微妙になくもなさそうなラインの話っぽいけど。しかもきっちりしたやつで、見てください、これ。こんな感じで。思ってたのだいぶ違うわ。論文発表みたいな感じでやるんですよ。ただ、これも面白いんだけれども、別のやつもあるの。これがね、ちょっと大きくなりまして、銀河系宇宙ホラ吹き大会っていうのもあるんですよ。だいぶ違う。これも秋田県。秋田県、ホラ吹きを育てようとしてるの？そうですね。宇宙規模の夢のあるホラ話、世界を揺るがすようなパフォーマンスを披露してくれっていうことで、そういうものが行われたんですけど、中にはすごいのいましたよ。3億円事件の犯人は俺だよって言った。おー、でかいね。揺るがしてますね。あとですね、世界のオイルマネーを狙った特殊詐欺撲滅には、豪傑ばあさんの尻出し味噌で対応したぜ。っていう話とか。何尻出し味噌って。俺もちょっとわかんないですけど。あと、町長がビデオレターで登場するなんていうですね、サプライズもあったりとかして、なかなか面白いんですよ。まあ盛り上がってるわけですね。さっきよりもちょっと規模感を大きくして、世界を驚かせるようなホラーを吹かせたら、まあナンバーワンってことでね。なるほどね。そういうものがあったそうです。僕はこれには出ておりませんし、優勝もしておりません。残念です。それでは行きます。教えて都市伝説。はい。はい、この企画は我々が話したい話をするという企画なんですけれども、もう今8月の8日でお盆が近づいております。はい。ですので今回はちょっと人の死にまつわる話をしようかなと思ってるんですよ。はいはいはい。お盆っていうのはですね、まあ亡くなった方が年に数回戻ってくる中の1日ですよ。ね。で、戻ってきて、ほんで家族とご飯食べたりとか、例えば亡くなったおじちゃんのこと、おばあちゃんのことを思い出そうねっていうような、まあチャンスというかきっかけになる日でもあるので、皆さんね、そうそう、墓参りもそうですけれども、だからそういうふうにですね、皆さんその有意義に過ごしてほしいんですけれども、海外、まあお盆の代わりとは言いませんが、かなりですね、亡くなった人のために開催されるイベントが面白いものがあるんですよ。その一つ、タイの墓地で幽霊となった死者のための映画鑑賞会が開催。ほう。これすごくないですか？墓地で映画を見るってこと？そう、例えばだけれども、亡くなった方。うん。亡くなった方だって、例えば続きものがあったりとか、うん、そういったものがあると、うわ、これじゃ死ねないなって思うじゃないですか。まあまあまあ、最終回だけ見ずにとかはね、そうそうきついね。とか、例えばだけれども、好きなバンドのライブに行きたかったとかね、そういったちょっと心残りがあるんじゃないかなっていう方が亡くなってしまう。うん、そうするときに、墓地を会場にして、死者のために映画上映会を開こうぜということで、うん、実際に開いてしまったんですよ。うんで、かなりそれが大きなもので、うん、これ。おー、結構すごい大規模なんだね。そう、だからお客さん、生きてる人間いないですよ。あ、え、全くいないの？いないよ。だからほら、墓地にだけしか見せないよ。ほら、墓地、墓地。墓地、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 墓地。なんかその隣に座ってとかなんかなと思ったら、いざもしかしたらあるかもしれないね。だけれども基本は墓地のため、まあ、亡くなった方のため。一応出店とかもあったりしていて、普通に生きてる人も参加してるんですけれども、一応は亡くなった人のためにという。映画なんだ。そうなんですよ。うん、タイ、東北部のナコンラーチャーシマー県っていうところにある中国人墓地なんですね。うん、真っ暗の中、スクリーンの前に空っぽの椅子がずらりと並ぶ。うん、そこで映画が淡々と上映される。うん、観客などいない。これがですね、6月2日から6日にかけて開催された死者のための映画上映会。うん、主催したのは墓地を運営しているサワンメッタ、タマサタン財団。うん、期間中、上映会は午後7時頃から始まり、うん、午前0時まで続ける。うん、幽霊以外の参加者、墓地の職員が4人だけ。死者のために食べ物や日用品、衣類、小さな家や車の模型なども用意される。うん、上映会の最後には死者の元に届くようにと燃やされる。うん、だからなんかあれですよね、死者の日みたいな、うん、なんかそういう意味合いがあるのかもね。うん、メキシコの。はいはい、この墓地で眠っているのは、この墓地で眠っているのは、かつて中国からタイに渡ってきた人たち。うん、今回のこの上映会は故郷に帰ることなく、文字通りタイに骨を埋めた彼らの霊を鎮める目的で行われた。うん、というものがあったみたいですね。うん、なるほど。うん、一応ですね、上座部仏教の教えが広がるタイ、うん、日本のようにお墓を作る風習がないんですね。うんうん、だからタイに行くとお墓がない、お墓が見られないなんてこと結構あるんですよ。タイ人の場合は火葬の後しばらく納骨堂で遺骨を保管した後散骨するんですよ。まあ撒いちゃうわけだ。うん、そう。だからお墓がないんですね。うん、この世はあくまで修行の場で輪廻の輪の中の仮染めの肉体、ということ。中華系の人たちは伝統的にお墓を作ると。うん、だからタイにもお墓があるんですね。うん、要はタイ人ではないから、うん、中国から渡ってきてってことですからね。まあちょっとシステム違うし、そうしておこうかと。で、今回の墓地にも約2800の墓があったと。うん、この中の一体どれだけの霊が上映会に参加して楽しんでくれたんでしょうねっていうふうに、うん、タイの、うん、お墓で上映会がやったよっていう話ですね。うん、かなり盛り上がったみたいですよ。写真を見る限り。いい試みじゃないそう。で、タイのニュースでも取り上げられていて、まあ、それを見てるんだけれども、結構面白い。やってること自体はね。っていうものがありました。なるほど。これなかなんかちょっと感動するし、いいなと思いましたね。ね。ただ、全然違う外国の映画とかだったら最悪だけどね。言葉わからない。字幕もないし、みたいな。確かに。まあ、思いが大切ですから。そこも気遣えよ。思いが大切ですから。続いて、名婚。名婚。名婚ありますよね。まあ日本でもあります。まあ中国ですか。伝統の儀式、名婚なんてのありますよ。赤い手紙だ。まあ日本で言うと、絵馬であったりとか、人形婚とかね、名婚ありますけれども、中国伝統の儀式で、赤い手紙っていうのは、あれじゃないですか。生きてる人が生きてる人に対して行うもの。拾ったら結婚しなきゃいけないっていうね。うん、そうだね。それが、やってる人は全員生きてるね。そう、拾った方が、妻子がいようとなんだろうと関係ない。うん、絶対に結婚しなきゃいけない。だけれども、僕が今紹介するのは、死体同士が結婚する中国の儀式です。ほう。うん。冥婚。これちょっと面白いなと思いまして、ご紹介させてください。まあ、もともと冥婚っていうのは、死者がですね、死後の世界で寂しくないように、っていうことで、まあ、伴侶を見つけてあげるという儀式。独身の人メインって感じ、ね、そうですね、うん、独身のまま亡くなってしまうと死後も孤独、未亡人とかね。そう、そして、うん、なんかそういう方々っていうのは遺族にまとわりつくって信じられているんですって、うん、だからまあ、赤い封筒か手紙じゃなくて、うん、封筒も手紙もそうなんだけれども、やっぱりその結婚させないと死後自分にまとわりついたりとか、うんうん、家計をボロボロにしたりとかするっていう考えが一部あるんですって。うん、寂しくなっちゃってずっと成仏できずに家族のもとにいるみたいな、うんうんうん、だからそういうふうな思いをさせないために、うん、まあ死者のことを思い、うん、そして独身のまま死なさないようにということで相手を見つけるものですよね、うんうん、配偶者を見つけてあげるですね、うん、でもともとですね、そのもう冥婚制度っていうのはずっとあったんだけれども、1949年に法律で禁止されてるんですよ、うん、だけれども皆さん知っているようにオカルトファンやったらね、うん、まだまだ行われている、うん、最近では景気がいいじゃないですか、中国で、うん、この冥婚復活の兆しが今あるらしいですね。景気で変わるんだみたいですよ、うん、というのも、聖者の結婚式と同じように両家の家族が一堂に会して飲み食いしたりとか、うん、新郎の家族が、新婦の家に贈り物、まあ大抵は金銭らしいです、うん、送ったりして、その後も親戚同士が付き合う点とかが似ているんですよ、冥婚ね、うん、これ亡くなってる人ね、うん、しかし冥婚の場合ですよ、うん、亡くなった者の遺体を掘り起こして、うん、新たに、合わせた相手と一緒に再び埋葬するんですよ、その後ね、うん、会ったりした後、はい、2人は墓地で晴れて夫婦として宣言、うん、遺族は死んだ者に合わせる相手を探すのに仲人を雇うことが多いと。あ、そういうシステムなの？そうですよ、うん、遺族もね、うん、ちょうどいい遺体を見つけるのがなかなか難しい、うん、そしてそうだろうね、闇市場で手配する場合も少なくない、うん、つまりですよ、墓泥棒が遺体を盗んできて、うん、遺族に売るんですね。伴侶をこの中からお選びください、お選びくださいと。その金額っていうのが1対4000ドルです。4000ドル、安いよね、うん、結構ね。だから50万とか、50万とかですよね。それで遺体を持ってきて売っちゃうっていう。だから、まあ、お金があるから、うん、今できますよねっていう、息子のために、娘のために。ためになってんのかな。まあその何にせよ、あれなんじゃないですか、息子娘が。なんかやってあげたいってことなのかな。そう、やっぱ何もできないじゃない。若いうちに亡くなって、まあ相手もできんまま。亡くなってしまう無念で、何とかしてやりたいって思いがあったらやっぱするのかな、そういうことも。まあ犯罪ですけどね、完全に。考え方が違うな。盗んできてですからね。まあこれに関することは僕もラオスでいろいろ取材したんですけど、うん、なかなかちょっとできないんで YouTube では、うんうん、できませんでしたけれども、今年ですね、うん、中国の裁判所が、うん、10体の女性の遺体を墓から盗んで、総額$39,000を売りさばいていた。うん、4人の男たちに禁錮2年の判決を下したって話があるんですよ、うん、だから結構横行してるみたい。まあだから死体が金になるっていうことだよね、うん、そうですね、うん、っていうものがあるみたいですね、うん、なかなかにすごいなと思いますよ、まあ、でもそ買うやつがいなくなりゃねいい話だから、ね、ああまあまあそれは確かにもうおっしゃる通りですね、うん、確かにそうだ、続いてでございます。続いてマダガスカルのアンボヒジャフィ、うん、という、儀式でございます、うん、西インド洋の島国マダガスカル、うん、家族や先祖の遺体を掘り起こして、うん、新しい布で包み直して遺体とともにダンスするという神聖な儀式があると、うん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 、ただペストが流行っちゃって、うん、遺骨や遺体を改葬するこの行事がさらなる、うん、まあ、感染リスクとなる恐れがあるということで、確かにそうだそうだ、うん、警鐘を鳴らしている、うん、まあ、掘り起こして遺体に触らんと多分一番タブーですからね、うん、焼けつくような暑さの9月、うん、ある土曜日、うん、首都ですね、アンタナナリボの郊外のアンボヒジャフィという村がある、うん、そこでですね改葬儀礼を行う人々が熱狂的なカーニバル、むちゃくちゃにですねもう暴れ回って、うん、ダンスを踊ったりとかして、その雰囲気の中で墓地に向かって通りを練り歩く、うん、地元に住む大勢の人々にとってファマディハナの名前で知られる儀式の始まり、うん、マダガスカルの、高地の村々に、起源を持つこの独自の風習は、毎冬、毎年冬ですね、死者を弔いですね、死者の臨終の願いを尊重するために行われた多数の参加者が集まると。その中で歴史家のマヘリ・アンドリアナハグさんはですね、このファマディハナについて、この国で最も普及している儀式の一つだと述べると。先祖を祝福したい、いつの日か先祖が戻ってこられるように敬いたいという人々の気持ちを満足させていますよね、というふうに説明。で、このですね、彼が取材をしている時にですね、先頭に歩いていたのは18歳の男性。揃いの服を着込んだ音楽隊が高らかにトランペットを吹き鳴らす中、儀式が始まるのを今か今かと待つ。先祖や祖父の、遺骨を包み直しに行くのが誇らしい。先祖に祝福を受けてもらい、僕の卒業試験がうまくいくようにお願いするんだ、というふうに話すと。一家の墓の前では集まった男性たちが土を掘り起こし、棺の蓋を開けると女性や子供たちが中を覗き込む。布や巻かれた遺体が一体ずつ取り出されて、マットの上に慎重に置かれ、用意された新しい布でまた巻き直されていく。これで子孫は今後9年間の祝福をお願いできると参加者の一人は感極まった様子で話す、というふうに。ただ、儀式に使われるマットというのが細菌感染の温床になっているから、これはちょっと気をつけなければいけないよねと言うんですけれども、マダガスカルの方々というのはこれをやると幸運がもたらされると。だからさっき言ったように、遺族、先祖の方々を弔うというのは一つ理由としてはあるんだけれども、さっき言ったように試験を受かるようにとか、幸運がっていうのもあるので、やっぱそっちも大きいみたいですね、理由の一つとして。結構信じてんだね、そんなことを、リスクあることするってことは。ちなみに、ペストの感染者1100人を超えて、124人が死亡しているんですって、ある年の8月以降の話。だから、これはちょっとやめた方がいいんじゃないって言われてます。結構、そんなにペストってあんだね、まだ、この時代に。そう、あるみたいよ。これをですね、BB ニュースが報じていますね。2017年の話なので、コロナ禍になるじゃないですか、この2、3年後にね。当然、このマダガスカルも。だから、もっと今は危ないんじゃないかなと思いますね。そもそも、衛生的にもうちょっと違うやり方とかすりゃいいのにね。消毒するなりなんかしら。どういうイメージこれ。例えばだけれど、イメージっていうのが、その家族がどう思っているとかじゃなくって、どれぐらい人が集まってるイメージ。その一家族の、先祖を敬うこの儀式。一家族でしょ？だから家族関係者ぐらいと、あと興味ある野次馬的な人たちが、ちょろちょろっといるような。じゃあ村で言うと、ちょっと村の人口よりも少し多いよねっていうぐらいのイメージですか。じゃないの？これ。フェスだ。いや、そうなのよ。フェス、確かにね。フェスぐらいいるわ。誰来んのそれ。これやっぱり見物客もいますけれども、遺体と共にダンスってあるじゃない？ダンスしに来るんですよね、みんな。それはできるんだ、みんな。一緒にって言った見物客もいますけれどもね。僕もすごく見に行きたい儀式の一つなので。俺もそうだね。興味あったな、これは。マダガスカルね。こちらの儀式は何でしたか？アンボフィジャフィですね。ちょっと行きたいなと思っております。という話でした。あとですね、ちょっと話したいことがあるんですけれども、岸本さんが以前ですね、変わった亡くなり方みたいな。変わった亡くなり方をしましたっていうのをですね、このラジオの一番最初に冒頭に、キャッチミーフユーキャンという、自分が何かになり変わってしまったっていうようなもので情報を紹介するっていう企画があるんだけれども、ぶっ飛んだ。ぶっ飛んでないですよ。ぶっ飛んだ死に方を。そっちか。ぶっ飛んだ企画ってことも。ぶっ飛んでないから、これはもう完全なる素晴らしい企画ですから。誰も思いついていない企画ですから、この世で。やってはいないだろうね。誰も。やっていいんだよ、みんな。っていうものがありまして、そこでね、いろいろ確かに岸本さん言ったように、ぶっ飛んだ亡くなり方をしてしまった。なんでこんなすごいもう何万分の確率やろみたいな亡くなり方をしていたというのを紹介していましたけれども、ちょっと僕もですね、ここでちょっと紹介させてください。はい。えっていうのは亡くなり方ですね。1921年。急に過去、だいぶ過去。ニューヨークの議員さんです。マイケル F. ファーリーですね。腫れと激しい痛みを訴えて病院に運ばれるんですよ。その後、シェービングブラシに致死量に相当する菌が繁殖していることがわかると。シェービングブラシ？ブラシの方に。で、ブラシが何の動物の毛から作られているか不明だけれども、ブラシに菌がついていて、髭を剃ってなくなるっていう。菌がついちゃってて。ブラシに菌がついてると危ないんだ。要は髭剃るときに、で、傷口とかからできちゃうのかな。入っちゃって菌がなくなっちゃうっていう。すごいっすよね。なんでそんなこんなことがあるのっていうありますよね。まあでも近いね、さっきの。これ紹介したのかな、岸本さん。1983年2月、ニューヨークである男性の遺体が発見。点鼻薬。使ってますよね、岸本さんね。ああ、僕も田中さんも常備してます。そう、目薬みたいなついてるようなプラスチックのキャップがあると。上にね。それが喉に使えていてなくなっていた。喉に入っていて。点鼻薬でしょのキャップが。キャップがよ、点鼻薬じゃなくてね、その蓋で別の薬を摂取しようとして誤って飲み込んだんですって。ああ、そういうことね。ぐっと飲んじゃって、それが詰まってなくなっちゃったんですって。で、そのキャップの蓋を、なんかコップ代わりじゃないけど、ちっちゃいね、なんか軽く飲むように使ったんだ。そしたらキャップを飲み込んじゃって、これが劇作家、テネシー・ウィリアムズという売れっ子やったんですって。それが、こんなことに、こんなことになってしまうっていうね。まあ、そういうもんだろうね、人生。まあね。これも、これもどうにかならんかったんかなっていう亡くなった事例なんですけど、1880年、シャム、現在のタイね、これ。タイ、今のタイ。シャムの王女が大勢の目の前で溺死しまうんですよ。大勢いるんですよ、人が。溺死って、妊娠中だった王女、スナンダ・クマリ・ラタナが乗った船が転覆する。しかし、王族に触れると死刑となるということから、人々は助けたいんだけれども、助けの手を差し伸べることができず、ただ、溺れ死んでいく姿を見るしかなかったっていう。これは、決まりがあるからっていう。これでも、助けてたら本当に殺されるんかな。どうなんでしょう。それはそれでやりますってなるのかな。それとも恩赦みたいなさ、いやもう特別なだからっていう感じなのかな。それでもいけなかったんでしょうね。多分相当厳しかったんだろうね。だから、それだけ貼り付けられるって。殺されてしまったんじゃない？本当にね。だと思うよ。なかなか。まあちょっとそれはな、きついよなと思いますよ。しゃあないわ。続いて1947年。ラングレー・コリアーって方がいました。男性ね。お兄さんとゴミ屋敷のような家で生活していて、誰も近づかないように自宅周辺に罠を張り巡らしていたんですよ。なんか、こういう人ってそうよね。ゴミをすべて宝やと思うじゃない。ああ、そういうことね。多分ね、そういうもの取られないようにっていうのがあったんでしょうね。警察は人目を避けていたラングレーが家に入ろうとした際に、自分で作った幅2フィートのトンネルに落ち、死亡したのを見ている。死後1ヶ月経ってから発見された遺体はすでに腐乱状態ですって。まあそりゃそうだろうな。ニューヨーク在住の男性が自分で仕掛けた罠にかかって窒息死ですって。うわこんなのもあるんだってね。わかりやすい自業自得。綺麗にしとけばなーっていうね、話でした。まあまあそうだな。はい、というものでした。今回はですね、まあちょっと、死にまつわる。そうですね、死にまつわるお話をいただきました。こういうですね、まあ変わった、まあ日本はお盆ね、厳かにやりますけれども、だけれども海外はこのようにですね、まあもう遺体を掘り起こしてまでダンスしたりとか、まあいろいろこういうふうにですね、死者と過ごしているみたいですよ。はい。以上です。ありがとうございました。